ブリーズ・キャロライナとはアメリカ合衆国のポストハードコアバンドである。シンセサイザーを多用したクランク系のダンスミュージックを基軸にところどころにデスボイスを織り交ぜた新世代サウンドが特徴。アメリカではクランクコアに分類されることも多い。2007年結成。結成最初はマイスプイスでのアップロードを中心に活動。その後、自主制作でミニアルバム。 ゴシップをリリースした後にライズレコーズと契約を結ぶ。2008年にはデビューアルバム It's Classy, Not Classic をリリースし全米アルバムチャートにて初登場186位を記録。電子音が飛び交うエレクトロニックサウンドに絶妙なタイミングで絶叫を織り混ぜた新スタイルのダンスミュージックが特徴。2009年には大手のフィアレスレコーズへと移籍。 2009年8月18日、セカンドアルバム、ハローファッシネーションをリリース。全米アルバムチャートで、前作を大幅に上回る、初登場43位を記録した。プロデューサーには、パニックアットザディスコ等を手掛けた、マットスクワイヤを起用している。2011年7月12日、サードアルバム、ヘルイズ・ i ア」というメイクイットをリリース。今作でも、同様に、 マットスクワイアとタッグを組んでいるが、プレーンホワイトティーズのヒット曲等を手掛けた、ビンワンプロデューサー、イアン・カーク・パトリックも起用しており、前作以上にポップで、ダンスミュージックよりな作風となっている。各所にラブステップなどの新しい要素も、ふんだんに盛り込まれ、その結果、より、メインストリームよりのサウンドになっている。このアルバムからのシングル、ブラックアウトは、全米シングルチャートにて、 最高32位まで上昇するヒットを記録しており、彼らの最大のヒット曲である。また、各評価からも前向きな評判を得ており、オールミュージックでは、彼らの過去のどの作品よりもパワフルな作品だと評価されている。その後、2011年12月にメジャーレーベルのコロンビアレコードへ移籍を発表。ありがとうございます。